赤ちゃんですが、明日で生後2ヶ月目を迎えましたお姉さんパンダの歯科医師のお姉さんパンダですが、体重を測りまして、お母さんパンダが OK のことにもなります。お母さんの元に戻す前では体と体重を測って、また母乳を飲み終わった後も体重を測って、体重が伸びているかどうか、しっかりと母乳が伸びているかどうかを確認するんです。2列目は歩きながらのご観覧でご案内しております。一人に向けば前の方が進めなかったら、これでこれを分けてお進めください。続いて2列目の方ではお姉さんパンダがただいまお母さんから母乳をもらっているところをご覧いただきます。内側の部屋ではお母さんパンダのラウシーと双子のお姉さんパンダをご覧いただきます。お姉さんの方、お母さんから何をもらっているのかをご覧いただけます。可愛らしい母乳を飲む姿、今度皆様ぜひご覧ください。まだまだお腹が空いているようで、お母さんのおっぱいを探しております。お母さんの胸に向かく皆さんに向かく、おっぱいが空いておりますので、おっぱいからお母さんの胸が出るところを探しているところです。またお母さんがしっかりと抱っこした場合などには、少し体が隠れて見えづらくなる場合もございます。あらかじめご了承ください。また赤ちゃんパンダの公開が午後3時までを予定しておりますが、時間帯によっては1頭しかご覧いただけない場合もございますので、あらかじめご了承ください。